はい、こんにちは。テレビ改革党豊島区議会議員、靴沢良治でございます。やむなし様、ラピュタ様、ご支援ありがとうございました。複数回何度もご支援いただき、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。私今までですね、皇室のことについてはですね、ちょっと言うのを避けておりました。っていうのはですね、この靖国といただいた中杉博先生、ブログ書いてらっしゃいます。中杉博先生、いただきまして、ありがとうございます。にですね、皇室のことについて、下々が、いろいろ言うのは不敬ではないかと。収まるとこに、ちゃんと収まるんだから、上がいろいろ考えて、下々は、いろいろ言うもんではないと教えられまして、なるほどそうかなるほどそうだなって思ってたんですけれども、中杉先生自身はですね、ブログでクソみそ書いてるんですけど、主にその、伴侶の、となられる一般人のことについて、あとその母ちゃんについて、ブログでクソみそ書かあれ、俺に言ったこととちょっと違うんじゃねえかなって思いつつ、今日ですね、秋篠宮眞子、内親王殿下、一般人とご入籍され、民間人となられました。まあ、はてなって言ったのは、この人一般人って言っていいのかっていうような気もするし、この伴侶の男とですね、その家族、まあ、主に母ちゃんですね、母ちゃんの素行でですね、まあ、賛否両論あるものの、まあ、下々が言うな、では言われておったんですけれどもね。まあ皆様がですね、ご心配されているようなことには、決してならないんじゃないか、と私は思っております。させないんじゃないか、なんて思っております。例えばニューヨークでお二人暮らすらしいんですけども、例えばですけど、ニューヨークで貧乏を知っちゃって、マコ殿下がですね、ウェイトレスやっていたとかですね、皿洗いやってたとか、そんなことにはさせないし、ならせない。あとは旦那になるこいつがですね、失職しちゃって、多額の借金こさえちゃって、あるいはですね、薬に溺れちゃって逮捕された。とかいうことには、決して、ならないっていうか、させない。まあずっと監視されるってことですよ。ずっと監視される、って、私は予想しておりますんで、皆様がご心配になってるようなですね、皇室のですね、名誉を貶めるであるとか、そういうことにはならない、させないって、思っております。まあ、現実世界ではですね、なかなかカリオストロ伯爵のような絶対悪もですね、ルパンのようなスーパーマンもいないもんですな。まあいないからこそ映画になるんであってね。あんまり知られてない事実なんですけれども、宮内庁は皇室を守るものでも、皇室の手足でも何でもなく、むしろ逆で皇室を監視するために存在している。宮内庁にがっかりすること多くありますけれども、まあ、そもそもそういうとこなんで、と知っておきましょう。そうすると、宮内庁に対して、がっかりすることがあってもですね、お前らしっかりしなくちゃ、ダメだろうがよ。と、怒りを覚える前にですね、まあ、そういうとこだしなーって、思いますしね。西村慎吾先生、元衆議院議員、演説でですね、これ確か北区の赤羽、でやったんじゃないかな。曇りの日だったと思います。玉上俊夫、さんがですね、衆議院議員、12区で衆議に立候補した時に応援演説に来られてですね、憲法第一条に、天皇の地位は主権の存する、日本国民の総意に基づくとあるが、この日本国民とは、今生きている我々のことばかりではない。天皇の地位はご先祖様。我々、今から生まれてくる日本人すべての総意に基づく。よって我々が勝手に決めていいものではないで、演説されてたんですよ。西村慎吾先生ね。まあ、細かい文言は違いますけれども、大体そんなようなこと、大体こんなようなことを言っておられてですね、感銘した覚えがあります。まあ、ギリシャとかイタリアみたいにですね、王室廃止、王室の存続をですね、国民投票で決めようじゃーんなんてね、結局この2国は国民投票で廃止すべしって決まっちゃって王室廃止されちゃったんですけど、なんて動きが出てきたらですね、この理論で対抗しましょうね。ぜひとも皆様覚えてですね、左翼どもに言い返せれるようにしといてください。まあ今いる日本人だけじゃなくて、今まで日本にですね、生きとし生ける日本人すべて、今は亡くなっているご先祖様すべての総意に基づくんだから、勝手に帰らんねえっていうことはですね、もういらっしゃらないご先祖様の意思は確かめようがないから、まあ絶対不可侵に近づくんじゃないか。これを言ってれば、絶対不可侵だよな。なんてちょっと思ったりなんかしてですね。まあまあそういうことですんで、我々だけの意思で変えられるものではないということを覚えといてもらってですね、パがガヤガヤ言ってきたら、まあ日本共産党なんか皇室廃止を党是にしてますもんね。ああいう連中に対抗いたしましょう。朝日新聞社雑誌あえら。総理辞任後1年経っても、安倍前総理の指定付近には、常時10人体制で警備がつけ、経費だけでも年間2億円の税金ガーッと批判記事書いておりました。まあ気に入らないんだわな。で、10人体制ですから、交代の人数も含めるとですね、30人以上は関わってんだろう。3交代で、30人以上は変わってんだろう。したら、年間2億円はかかんだろう、人件費で。なんていう計算らしいんですけど、雑にね。ネットの反応です。前総理かつ、現与党議員なら、当然。凶暴なパのせいだろう。パがいつ襲撃するかわからんから。パイコールテロリストだもん。パは頭が悪いから何をやるか分かったもんじゃない。パの襲撃に備えて、警備員増員して、重機関銃も設置してください。重機関銃っていうのは、まあ、口径がでかい機関銃のことですね。一人では持ち運べないような、3、4人で操作するような、まあ、日米、軍っていうと、50口径。M2 ってやつ使ってますけどね。これに文句言うやつは、襲撃を計画している連中としか思えん。まあ、スパイ防止法に反対するやつは、スパイというような論理ですかね。未だに安倍側がいるから解除できんのや。付近住民は安心安全だろう。俺も安倍さんの近所に住みたいわ。そんなに警官うじゃうじゃいるんでは安心安全ですよね。近隣のね。マンション。安倍前総理、マンション、渋谷のマンション住まいなんですけれども、そのマンションに住んでいらっしゃるですね、住民は、下に警官うじゃうじゃいて、安心安全じゃないですか。日本でも有数なセキュリティ厳重地帯になってませんか。アメリカ大統領なんか、やめても一生、物々しい警備がつくぞ。朝日がそうやって監視している間は、警備しないと。朝日も仲間ですもんね。襲撃犯の仲間ですもんね。朝日、襲撃の邪魔だからどかせ。まあ、心の声ね。鳩山だって菅直人だって警備ついてるぞ。知らないの。これね、一人か二人つくそうです。総理経験者には目立たないように。分かってないなぁ。昭恵を監視してるんだよ。昭恵さん何やらかすか分かんないですからね。ファンキーでフリーダムな、安倍昭恵さんが何やらかすか分かんないから、これを監視しているという、笑っちゃいますけどもね。2012年にですね、自民党が政権奪還した直後の中央線の車内でですね、私の知り合いがですね、まあ、靖国でよく会う人なんですけど、菅直人を発見しまして、菅さんですか？声かけたら、飛び上がって驚いてたんだって、やっぱ分かっちゃいますなんて言ってたらしいんですけど、総理じゃなくて大臣じゃないから、電車で通ってるんです。大臣の頃は、車で、なんか立派な車で警備付きで通ってたらしいんですけど、まあ電車で一人でポツンとね。政界引退までね、一人か二人警備がつくはずなんですけど、総理経験者って、菅直人はしてみっと断ったのかな。そういう警備が一人二人いるとですね、会ってはいけない人物とかと会うとき、なんでこの人と会ってんのみたいなですね。なんでこの建物に入ってくのみたいな、やばい行動できないんじゃないですか。だから断ったのかなって思ったのかもしれない。まあ、飛び上がんなくたって、菅直人は大丈夫だって、ビビんなくてもさ、お前なんか襲撃する価値もないし、そういうね、悪いことする、襲撃とかですね、そういうことは、物騒な、肉体言語を使うようなのは、いつも菅直人のお仲間でしょ。ね、こっち側の人、もっと冷静だもんね。あえらっていうか、朝日新聞はですね、この世は悪に染まってないと都合悪いんですよね。これは千年王国、ウィキペディアで、検索して、見てみてください。で、難癖考えるのは、お仕事と言えなくもないんですけども、で、1年以上経ってんのに、警備が物々しい、税金ガーって、こんな難癖でもですね、まあ昔は効果あったんでしょうね。まあ今はですね、すぐ反論きますけど、襲撃は出てるお前らのせいであるとか、警備に不満な犯罪予備軍だなお前ら。いつまでも監視してんじゃねえよ犯罪者がよーって、このあえらっていうような反論がすぐ来ますんで、まあ聞かなくなって。秒で反論が来て、やりにくくなりましたなぁ。戸島区委員会で私への懲罰委員会も、せっかくお仲間のですね、東京新聞が記事にしてくれたのに、ギッタギタに反撃された挙句ね。私にめちゃくちゃ言い返された挙句、結局否決されちゃって、まあ不発だったしね。昔はこんな難癖でも聞いたんだろうな。懲罰動議出すぞなんて言われただけで、発言を取り消して謝っちゃったりなんかしたんだろうな。昔はね。今でも、こと流れの議員だったらば、そうすんのかなって思いますけれども、ところがどっこいね、揉めてなんぼだなんて思ってる。私に対して、そういうことをやってきたのが運の尽きですね。こんな難癖の数々も、まあ、昔は通用したんですけど、昔はね、懲役太郎さんのですね、刑務所話なんですけど、現役ヤクザが、服役中でですね、まあまあ、のぶちゃんっていう、変わった人がいてですね、俺は丸が丸組の〇〇だぞ。まあ、例えばですね、なんとか組の射程頭だぞとか、若頭補佐だとかですね、組長付きだぞって言ったところですね、それがどうしたらおいやんのかって言われちゃうと、まあどうしようもないと。現役ヤクザといえどもですね。ですんで、現役ヤクザでもですね、こういう変わった人の期限は損ねないように、関わらないようにするそうでですね、差別ガー人権ガーってやがましくてもですね、SDGs ガーって言ってもですね、それがどうしたらおいやんのかってね、パの難癖については、全部これでいいですね。難癖言ってんじゃねえよって、うるせえよ、知らねえよ、そんなの。って言ってれば、あいつら手回しも出ませんのでね。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。